それじゃあ、ゆうとりくんのあきです。見てください、木箱に入った日本酒です。一本木、福岡じゃねえ、福井だよツッコミが早い福井のお酒、日本酒をたくみくんが僕の誕生日プレゼントとしてくれました。いや、なんだろうね、これね、なんかを金賞受賞してますやばいちょっとね、じゃあちょっとこれをね、開けて飲んでみたいと思います、はい、木箱だよ。かっこいい、かっこいいかっこいいね、選んでくれてね、ありがとう、本当に。うわー、やばくないですか、これやばくないですか、何超良くないですか、おー、マジかっこいいいや、そうなんですよ。いや、何よこれ、すごいね、すごいよ、何よ。いや、そうなんですよ。いや、誕生日なんでね、誕生日、赤はね、誕生日感出るね、はい、お世話になってるんで。しかも金具金っすよ。おおこれはうまいと思います。しかも大吟醸なんで飲みやすいです。開けちゃいますね、開けちゃってください。なかなか日本酒で白のボトルってなくて、マッコリしか見たことない白いボトルは。そうなんですよ、何この開け方。いや、そうなんですよ。何、いちいちおしゃれだな。はい、どうやって開くのこれ、あ、ちゃんと、はいはい、いいスター。おー、きれい。香りどうですか。あ、知らない匂い。え、マジですか。え、本当に知らない香りする。はい、いただきます。ありがとうございます。はい、口当たりはね、すごいまろやかなんだけど、はい、味はね、すごいしっかりしてる。おお、なるほど。あー、広がる。なんで一行っぽい。すごい広がる、これは。あれ、一行さん。アッキーでやらせてもらってます。アッキーさん、アッキーさん。うん、美味しいですか。あ、おー、ずっと香るね。ずっと香るわ、本当に。すごい。あ、すごい。よかった、アッキー。よかった。じゃあ、全然名前覚えてないわ。一本木でございます。一本木、福井県。福岡じゃねえぞ、福井だ。いや、もう本当に贈り物としては100点のお酒だと思うので、はい、100点出ました。ぜひ誕生日の方とかいたら、日本酒これ送ってみてください。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。